ヒロに、まずはビート選んでもらいましょう。一つ目 DJ カシン。二つ目 DJ レッラ。迷ったんですけど、カシンさんでお願いします。迷ったけど、カシンさん。8小節4本と16小節2本が選べますが。長いやつで。16小節16のやつ。それでは行きましょう。先行青コーナー、富弘。高校赤コーナー、IT1。UMB2022 岩手予選準決勝第2試合。ビーツはカシン。行ってみましょう。16小節2本です。レディーファイト。俺が16選んだわけはお前といっぱい話がしたいから。お前が16ぐらいの時からラップしてた。お前一応俺のこと先輩って言ってくれてるけど、ちょっと違う、お前が俺の先輩というか、こんだけ離れててもちょうどいい花巻同士。こいつはレペゼンしているぜ、花巻。しかも石取りや、だってこの、例えばこの服、イゾリアの大地の店っていう農機具売ってる店で売ってる、おばあちゃんが着るセーターっていうやつ。俺は農機具買わないで、俺もそのセーター買おうかな。これがお前の先輩。間違いねえ、農機具大事だぜ。俺も飯食ってそうだって今ここにいるぜ。腹巻き米も大事、お前はいらねえ。俺がライブ先輩だって、は認めるな、俺はお前を先輩と思うよ。確かにね、腹巻き同じ、でもかましてる俺がやんがわかるか。イケてるやつが多いライブ見てね、みんなら印象的アマラップ。 IT は優勝なら決まりさ。イケたベース俺がやる、しっかりとかまします。お前にはできないわ、俺が実感乗りこなす。ラップスキルなら追い続けないじゃん、花巻俺が取ってる優勝。なんか途中でうわーとか言ってさ、超怖いじゃん、なんかやっぱらってたみたいなこと言ってるけど、こいつは石取りや、ちゃんと使いな。あいつらのダンスをさ、おじいちゃんとおばあちゃんがステップ踏む毎日、それに気づかないヒップホップはバカだし、頭が悪いやつの話は聞かない。こいつは IT1 ちょっと頭がいい、だから上げてる。だけどお前小説さっきから数えろ、 1,2,3,4,5,6,7 って俺のラップ聞かなくていいから数えろ。これが先輩からの教えだ。そんなことは知らねえ、適当にやれ、楽しんでやれ。なんか怒ったりしないでさ、自分のオリジナルフロー包み込んでくれよ、俺のことミーシャのように。悪いな、ラップしたすぎて早まって俺もラップしちゃってんだよ、ごめんな。じいちゃんとばあちゃんが毎日会話するように、俺も毎週サイファー囲って今もやってんだよ。スキルのベッて越えていく壁は、俺はどこかに消えて、自分の壁はもう目の前にない。俺が壁となって今いるからさ。 Walk is like a walking 調子いつも俺はノリノリ。じいちゃんのばあちゃんよりステップ跳ねまくり、俺から全て俺が跳ねまくり。 Ready いけたやつべ、俺は背中が先輩についに背中を見られた。足へ男の背中は傷なら恥だ、誰にも見せてはねえな。終了。それでは判定いきましょう。先行青コーナー富弘、高校赤コーナー IT1。 まずは富弘、陪審レディージャッジ。青、勝者富弘。